はいどうも、セブンナイツおじさんです。はじめまして。今日はね、新しいゲームやっていこうかなと。ちょっとね、やっぱりセブンナイツとか、まあちょっと男臭いゲームばっかりやってるとね、あれあれあれ、なんでだろうまあいいか。なんでまあいいや。ちょっとね、やっぱり物足りなくなってくるんですよね。で、可愛い女の子成分を求めて、探し回っていたら、このプロジェクト東京ドールズに出会いました。スクエニです。スクエニでございます。はい。なのでね、ぜひちょっとなんかもうめっちゃツイッター組んだけど、ちょっと待って。はい。というわけでね、早速やっていきたいなと思います。最初のね、チュートリアルから、ガチャ引くところまで、まずやっていきたいなと思います。もう全くね、どういうゲームか分かってないんでね。まあ、アイドルなのかなっていう感じですね。はい。よくよく。はい。よし、ダウンロードが終わったぞ。さあ、ストーリーは、ぜひね、みんなで、見ていただいて。なんて、チュートリアルでね、飛ばしてしまいますんで、あらかじめご了承ください。名前はいつでも変更できるみたいなんで、リセマラをもしするんであれば、まあ、適当な名前でもいいかもしれないです。で、ストーリーの尺、どのぐらいのペース、どのぐらいなのかっていうのはね、これ、スタートエンドって分かりやすいんですよね。だちょっと、なんていうのかな。コンシューマーの、ノベルゲームに近い雰囲気を、持ってる感じですね。ムギビ飛ばしますね。見てください、ぜひ。綺麗なんで、割と綺麗なんで。ここから戦闘になるんですよ。驚きですよね。あの雰囲気から戦闘になる。全く想像がつかない。で、結構ね、ぬるぬるに動くんですよ。これがなんかすごいなと思って。この、濃い輪っかに当てるとベスト。みたいです。で、攻撃するときは、もう自分のタイミングでまず始める。で、いろんなスピードで来るので、うまくこう、輪っかの中に合わせていくと。で、敵が攻撃してきたらタイミングよくタップすると、あ、ダメ。あ、ダメ。防御ができると。防御ができると、こんな感じです。結構ね、爽快感はありますね。うん。よし、ちょっと飛ばします。ストーリーは飛ばしちゃいましょう。見てください、ぜひ。どういうゲームかね、まず知っていただいて、興味を持っていただくことがやっぱ大事だなと思うんで、ストーリーは、見ていただいた方が。いろんな武器があるんですよ。銃とか。これもそれぞれね、使い方が違う。アクションが違う。
すごいよねこれね。中国札かなみたいな。なんかね、そう、なんか、なんていうの、魔法少女系の、夕方とかやってる女の子のアニメもちょっと彷彿させるような、なんかそういう感じがありますよね。その子たちを、自分が操作するんだって思うと、ちょっと、なんかワクワクするし、楽しみ。自分のやっぱり気に入った女の子を、育てていける。わけなんで、またここでチュートリアルですね。武器、他の武器のチュートリアルが始まります。まずはスキル、これ溜まったらここタップするとスキルを放てると。でこれ自分の能力を上げるパッシブスキル、これ見れるんです、今どういう状態か。なんかマルチとかありそうですよね。ちょっとあんまべべべ普通に食らっちゃった。じゃあね、最近ね、セブンナイツとかみたいにタップして、はい、進んで、みたいなゲームばっかりやってたんで、まあ、こういうゲームもたまにはね、いいかなと思って、今、こう、がっつりやっていこうかなと思っております。多分ね、これはね、もう、何が出るか決まってるガチャだと思います。星2のやつしか出ないです。同じですか、しかも、同じ子しか出ないです。勘違いだったらすいません。でこれで他の装備をね試してるという。まず銃、これは面白いんですよね、また。こういう感じ。連続タップ。こんな感じですね。で、スイッチっていうのをすると変わるんですよね。で次はハンマー、これはまた難しいんだよね。こういう感じで押すとこうやって動き始めるっていう。で連続攻撃をするっていう、なかなかねちょっとタイミングつかむのはまで難しいなっていう。でモーショナルバーストっていう必殺技が、でこれが来たら画面を連打、これはもうアカシックリコードを思い出します。で、ダメージが上がると。あ、ちょ、爽快感はもう満点。ただ、外でやるのはちょっと大変かも。お家でやるスマホゲームかもしれないですね。
またちょっとダウンロードがちょっとありますね。主人公メインの女の子が本土楓さん、なんだっけ、シノアリスの、茨姫美咲凛さん、わかんないです。最弱無敗のバハムートに出てた気がします。で、石原香織さん、ゆい香織の石原ゆい香織さんですね。スクールガールストライカーズの主役やってますね。で、久保ゆりかさん、これはもうご存知、ミューズのメンバーです。鈴木えりさん、ちょっとご存じ上げません。さくらあやねさん、あやねるね、もうとにかく人気ですね。人気です。タイトルは無尽蔵にあります。あと最後デムニャンの紹介ができなかった。ガチャですね。早速ここですね。これがチュートリアルガチャですな。これが多分リセマラ大賞なんだと思います。確定演出とかちょっとよくわかんないんですけど、鍵の色がなんかあんのかな。あちこちで虹の色が出てきたりとかするからちょっと紛らわしいですね。最後に光ったやつかな。星さん、かわいいけど。氷点下ライブ。まあ僕はちょっとあんまよくわかんないんで、リセマラとかしないでいこうかなと思ってるんですけど。ロールボタンを押す。パーティー編成。お任せ。ドール全員。保存。なるほどね。着替えてますね。じゃあクエスト行ってみましょう。ストーリー。ストーリーじゃねえや。ストーリー。ボイスダウンロードあるってことはフルボイスってことですね、これ。気合入ってますな。説明は以上です。業務の内容は一通り分かりましたか？まあ、ここはちょっと見ていきますか。それじゃあ、最後に上のフロアにご案内。こちらは、女子寮。マスター。ドールズの女の子たちは、もちろん。マスターの。もちろんそうなります。見つけたわよ。ゲって何よ。ゲって失礼したわね。デブちゃん、デブちゃんじゃねえ、デブニャン、アヤニャン、デブニャンとか言ったら怒られるかな。アヤニャン、タヤさんの指同じく。はしゃいでないわよ。飛ばそう。はい、見てください。メモリア5個もらえ、50個もらいました。じゃあバトル行ってみましょう。まあ、ここまでが基本の流れだと思うんでね。VP が、VP が足りなければ参加できないと。戦闘を開始します。私やります。やっちまうっす。反応がある。まあ、武器とかもね、装備の編成で変えられるみたいな感じだったからね。ブレイクすると一旦攻撃不能になる。どの武器でもブレイクゲージが上昇するが、ハンマーが最もブレイクさせやすい。ブレイクを狙うならハンマーでやってみよう。あ、いて、早すぎた。
あれ結構強いね。10コンボ達成。スイッチ、あ、スイッチを1回使用する。こんなのあったんだ。なるほど。フィールってなんだ。まあほんね、まあこうやってクエストクリアしながら、まあ、石を集めて、ガチャ引いてドールたちを強くしていくと。気に入った道路を選んでください。あ、どうしようかな。この子はいいな。マレタソー、この道路のガチャチケットをもらえます。マジか。すごい、毎日300個もらえるんだ。10コンプリートで11連ガチャできるってすごいね。太っ腹ですな。チュートリアル突破チケット、これん？どこから使えんだ。トロフィー、結構なんか実績も多いね。だから石集めるのもこう楽しいかもしんない、これ。どこにあるんだろう、オプション。え？ガチャ。あ、チケットガチャ。これだ。オーケー。遊戯限定 SSR チケット。やったー。好みの子の SSR が最初もらえるんですね。で、確定演出とか見えるのかな、そうすると。あ、やっぱ開いた時は虹っぽくなって金のカードが出てくるんだね。OK。これいいかも。これちょっといいかもしれないな、このゲーム。ちょっとしばらく続けていきたいな。まあ、動画もちょっと、ちょっとしたことでもちょっと出していきたいなと思います。お疲れ様です。とりあえず、パーティーにセットして、オーケー。で、ゆきちゃんはハンマー。いいんじゃないでしょうか。オーケーです。まあ、SSR だからってレベル1だとそこまで変わんないんですね。方針にと。はい。というわけでね、東京ドールズ。プロジェクト東京ドールズ。はい。紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。ぜひね、興味持ったよーって方。いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そして、ダウンロードお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。